イエス様は当時ローマ帝国のために税金を集める仕事をしていた徴税人マタイを招いてご自身の弟子とされました。今日はマタイによる福音書の9章9節から13節を通してイエスの招きについてご一緒に学んでまいりたいと思います。当時ローマのために税金を集める仕事をしていた人々は自分たちの国を捨てた、プライドを捨てたダメな人間だと思われておりました。しかしイエス様はこの徴税人であったマタイを招き共に食事をし、この地上に来た目的が罪人を招くためであるということを宣言されました。イエス様は罪人を招きご自身の弟子とすることのお出来になる方です。イエス様の招きについて2つのことを学んでまいりましょう。第一に、イエス・キリストは罪人を招いておられるということを覚えたいと思います。イエス様は罪人に声をかけてくださいます。当時の徴税人、それは同胞の人々からは軽蔑された人たちでした。神の律法から離れて異邦人であるローマのために働く罪人とみなされていたのです。その罪人マタイをイエス様は招かれました。9節に、イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。マタイと共に食事をした他の徴税人たち、また同じく罪人と言われる、神のことも聖書のことも知らないで過ごしている人たちを招くためにイエス様はおいでになりました。神も知らず、その御言葉も知らずに罪に苦しむ私たちのところにイエス・キリストがおいでくださったとは、そういうことなのです。私たちのところにもイエス・キリストは近づいて声をかけてくださいます。私たちの罪を許すことのできる唯一の方が、私たちに声をかけ救いの道へと導こうとしてくださる。しかもご自身の弟子として歩むことができるようにしようとしてくださるとは、なんという大きな恵みでしょうか。イエス様は今も罪の中にいる私たちに声をかけてくださいます。そしてこの罪人を弟子としてくださる。イエス様は徴税人であったマタイを招いてご自身の弟子とされました。人々からは罪人と言われていた人、ローマ帝国に身を売った者と蔑まれていた、そういう人を弟子として招いてくださったのです。イエス様は人の目には役に立たない罪人を招き、用い、取るに足りないものを用いて神の栄光を表してくださいます。コリントの信徒への手紙の1章28節9節、また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。自分の弱さや足りなさを嘆く暇があるなら、その足りなさや弱さの中に力強く働いてくださる神様を賛美したいと思います。同じくコリント書の2の12章10節、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。イエス・キリストは今も罪人である私たちのところにおいでくださり、招き、弟子としてくださるというのです。そしてイエス様はお招きになったこの罪人である私たちといつも共にいてくださる方です。イエス様はマタイの家で食事をされました。他の徴税人たちや罪人と言われる人々がそこには共に集まっておりました。当時の人々にとってはそれは汚れる行為だと思われていることでした。しかしイエス様は周りの人々の非難を気にせず、
マタイやその仲間の朝鮮人たち、罪人たちと一緒に食事をしてくださいました。イエス様は私たちと共にいることを恥となさいません。それは罪人を招くために、罪人を救うためにこの世においでくださったからです。イエス様は私たちといつも一緒にいてくださいます。このような救い主、私たちを招いてくださる方がおられるわけですから、そのイエス様の招きに対して私たちはどうすればよいのでしょうか。その招きにはどのようにお答えすればよいのでしょうか。第一に、それは一切を捨てて従うことです。イエス様が私に従いなさいと声をかけられた時に、マタイは立ち上がってイエス様に従いました。ルカによる福音書の5章の方を見ますと、このようにあります。彼は何もかも捨てて立ち上がり、イエスに従った。マタイはイエス様の招きに何もかも捨てて立ち上がったというのです。朝鮮人としての収入も生活も捨てて、イエス・キリストに信頼して従いました。イエス様はその招いた者たちの責任を負ってくださいます。私たちにできることは一切を捨ててイエスの招きに従うことです。マタイによる福音書の16章24節に、それから弟子たちに言われた、私についてきたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエスの招きに応えて自分を捨てて従う者に神の栄光が表されます。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得るともお語りになっています。捨てることによって大切なものを得ることができます。またイエス様の招きをいただいたときにすぐ従うということが大切です。マタイはすぐにイエス様の招きに応えました。私たちにも人生の転機と言われるそういう瞬間が何回かやってまいります。そのような時に時間をかけて考え、祈り、また慎重に検討するということは非常に大切なことであると思われます。しかしイエス様の招きの声がかかる時には、その声に躊躇せずすぐに従うということが大切です。イエス様の招きの声、それを心に感じた時にすぐ今お従いするということがイエスに招かれた者の答える道です。ヘブライ人への手紙の3章15節、それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。後ろを振り返ったり将来を考えすぎて躊躇すると、イエス様の招きに応えるチャンスを失ってしまうことがあるのです。イエス様は言われました。隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。しっかりと祈って勇気をいただき、すぐにイエス様の招きに応えたいと思います。そしてイエス様の招きに応えるこの恵みを分かち合うときに、その恵みはさらに大きくなってまいります。マタイはイエス様に従いなさいと声をかけていただいたときにすぐに従い、自分の家で仲間たちを招いてイエス様と共に食事をしたとここにあります。イエス様を中心にした交わりがそこに生まれたのです。イエス様に従うことは喜びです。その喜びを分かち合うときにさらに大きくなっていきます。私自身がイエス様に従うことの幸いは、また私たちがこの恵みを分かち合う人々にも広がっていって、一人一人がイエス様に従う恵みを、喜びをいただくようになっていくというのです。聖書の言葉を通して、イエス様のその尊い御声を通して、
私たちが神様のもとに招かれているということ、罪人であるにもかかわらずイエス様の弟子となっていつも共にいてお従いする者として招かれていることは、なんと幸いなことでしょうか。どうぞ今週もイエス様の御声に従う歩みをすることができますように、イエス様の御声に従って進むことができますように、お互いのためにも祈り合いながら共に喜びを分かち合って過ごしてまいりたいと思います。